紫色の部分が割の勢力範囲を表す割は、西暦500年から900年頃、アンデス中央高地で繁栄したプレイン化の文化。割のとは、現在のペルー、アヤクーチョにあったと言われている。割遺跡へ行く際は、アヤクーチョ市から観光ツアーが出ているのでそれを利用するのも良いが、絹あ行きのバスも遺跡の近くを通るため、利用可能である。 近年博物館が整備され、遺跡から出土した遺物を展示している。そこの展示品は、割文化に特徴的な杖を持って、正面を向いた人物が描かれた大型メや黒曜石製の石器類が多い。また、遠く、ペルー北部のカハマルカ県から運ばれたと思われる、カハマルカ式の土器や、ゲンボリビア多民族国に中心があった、ティワナク文化県から運ばれたと思われる。 ティワナク様式土器も展示されている。ワリ文化の起源は、はっきりとは分かっていない。ただし、この地域には、ワリ以前に、ワルパと呼ばれる地方文化があったことが分かっている。ワリは、現在のペルー沿岸部と、高地部分全体に半島が広がっていたと言われているが、太平洋沿岸部におけるワリの支配が実際に、どのようであったのかは、リマ近郊やナスカ地方の一部を除けば、 確実なことはほとんど分かっていない。ペルー北海岸にあったモチェ文化圏との接触は様々議論されている。かつては割の侵入がモチェ生態の衰退を促したことが議論されていたが、現在ではこの説を否定する研究者が多い。また、ほぼ同じ時期にアンデス中央高地南部にある現在のボリビア北部ではティワナク文化が栄えていた。この時期を マンデス考古学の変年で、中期ホライズンという。現在、その変年は D メンゼルの変年に基づきながら、修正されつつ用いられている。メンゼルの変年で1バイトに当たる頃から、割り文化が始まる。ペルー南海岸に栄えたナスカ文化の旧期が、アヤクーチョボンチ、チャキパンパキにあたり、北海岸では、モチェブ域に相当する時期である。おおよそ西暦600年頃である。 その後、メンゼル変年で U2A に当たる時期が、アヤクウチョボンチの変年のコンチョパタキにあたり、おおよそ西暦700年頃まで続く。この時期が最もワリ文化が栄えた時期である。ワリでは各地を支配するための優れた建築物を多数廃しており、現在のペルー共和国北部にある、ワマチュ市コシ郊外のビラコジャパンパイ石や南部のクスコ県にある、 引き略体積は有名である壁を二重に巡らした長方形の部屋上構造物を特徴とするこの割の建築群は割の支配の一つの指標として議論されているが実際には地域によって差が見られ地域によっては土着の政治組織を覆うような形で支配をしていたことを示すものもあるという割機には壁の下に埋葬が伴われることがあったこれは アヤクーチの割遺跡でも見られるし、また、クスコ郊外のピキリャクタでも見つかっている。ピキリャクタの人骨の中には頭蓋変形が施されたものもある。D 字型をした広場を持つ建造物は、割文化の建築群の特徴の一つで、儀礼の場であろうと解釈されている。割本拠地やいくつかの割の地方遺跡の中には、地下式建造物を持つものがあり、 地下数メートルにまで及ぶ複雑な構造を成している。割文化に代表される考古学遺物のうち、大型の亀や経路と呼ばれるコップ状の土器は有名である。割文化ではトウモロコシ種を用いた儀礼活動が盛んに行われていたとされており、その儀礼が取り行われた後、土器を壊して土中に埋める儀礼が行われていたとされている。亀には人物像や 作物などが描かれている。割り木の織物も海岸地域で複数見つかっており、そこには、ティワナク文化やアプカラ文化と共通する杖を持った神の図像が描かれている。描かれるモチーフは同じものが多いが、描かれ方がこれらの文化とは若干異なっている。ティワナク文化の同じ図像に比べ、割り文化の図像は、ティワナクの図像とは異なった様式化がされている。 これは河原家に描かれている図像も同じである。割木に利用されていた帽子も見つかっており、おそらく権力者が利用していたものであろうとされているが、その特徴は4つの角を持ち上部が平らなものである。これと似たような帽子は、ティワナク文化でも利用されていたと言われている。また、割文化では、黒曜石の流通も一部で行われていた。ただし、 黒曜石が沈潮されたメソアメリカ文明と異なり、アンデス文明においては、黒曜石は、その鋭利さやガラス質の質感や、漆黒の色感は沈潮されたものの、それでも他の石材と比較して、特別に重要視されていた石材ではなかった。しかし、紀元前の社会から流通があったことはわかっている。割文化では、自らの領域内に、アンデスでは、 数少ない黒曜石の産地を数箇所持っていたので、多少は利用されていったようである。例えば、アレキパ県にあるアルカヤチーバイ付近、クスコ県の山間部では、黒曜石を産出するため、その交易が割り木に広範囲にわたって行われていた、ことがわかってきている。ティワナク遺跡やその周辺遺跡から出土する、黒曜石のほとんどが、この割り文化圏から移入されていたと言われているが、 実際のティワナク関連遺跡からの出土総数は極めて少なく、石族などの一部に利用されているに過ぎない。ティワナク文化ではむしろ黒色玄武岩などが珍重され、この石材はプーマをかたどった彫像などを特殊な彫像などのために利用されている。ワリ文化では、特にワリ遺跡の中心部などでも戦闘機が出土しており、遺新材として用いられていた可能性があるが、 正式な調査はなされていない。また、チャートなど、在地の石材が主に日常生活の利益には利用されていた。割が栄えた時代には、現在のボリビア共和国にティワナクと呼ばれる文化が栄えていたことが確認されている。おそらくこのティワナク社会はかなり複雑な国家レベルの政治組織を持つ社会であっただろうと言われている。かつて、 割はティワナコイであるいは海岸ティアワナコと呼ばれていたが、現在ではティワナクとは異なった政治組織及び文化であることが分かったため割と呼ぶようになった。割とティワナクの境界はお,およそモケグア県あたりであったと言われている。モケグアには割の地方遺跡であるセロバウルとティワナク生態の飛び地である重い石群がある。これらはそれぞれ立地条件が異なっており、 セロバウルが山の頂に重い石群がモケグア川の近く谷底周辺に立地する。両者の具体的な関係は分かっていないが、このように住み分けがなされていたことは注目に値する。また、割遺跡ではティワナク様式の土器などが散見されるが、ティワナク遺跡では割文化の遺物が発見されることはほとんどない。割の滅亡後、 300年が経過すると、インカ帝国が成立する。割の支配の方法は、インカ帝国にも受け継がれたと言われており、様々な面で影響を与えていると言われている。例えば、インカ帝国全土に広がる、道路網は、割帝国の時代に基礎が築かれている。また、割の応答がインカに継承されているとも言われており、交渉で残っている。さらに、 インカ期に用いられたキープと呼ばれる縄の結び目を利用した文字の代替用具が割機にすでに存在したとも言われている。さらにインカの宿敵であったチャンカはあや空調が起源と言われている。ウィキメディアコモンズには割に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。